11章喧嘩の称賛、大人の世界にようこそ。令和3年一発目です。荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。首相これね、解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい、そう考えております。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。ちょっとなんかね、頭が上がらないっていうか、そういう状況でしたから。ご容態いかがですか、元幹事長。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前に、あなたはどうなんです。偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか。あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを塗ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが1年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。青2歳が。青2歳ね、覚えていますか。10年前、私が初めて政界に進出した区議選のこと。民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。もちろん民事党の公認候補として。どんな気分ですか。現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。おっと、長話が過ぎましたか。元幹事長、ぜひ長生きしてくださいよ。私は心からそう思っているんですから。綺麗に再開発された偉人町が完成した暁にはその目で見ていただきたいので。そしてその時の元幹事長の顔を
私もこの目で見たいので。ずいぶんピピピピ言ってるけど大丈夫なのかな、大丈夫なのか。ここでなんか殺されちゃうのかなとかって思ったんですけど、さすがにそれをやんないんだね。そしたらもう一発でバレちゃいますからね、誰がやったかって。お、いつもの街並み。お、サバイバー、サバイブバーか、サバイバー。ここが春日君たちのアジト？ああ、遠慮することはねえ、くつろいでくれ。ああ、まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね、手狭なことを除けば。どいつもこいつも随分上から目線だな、勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて、ちゃんと難波さんの許可をいただきましたよ。半順儀から止めてくれなんて頼まれたら俺の立場的にも断れねえだろ。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの？現在監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半順儀はともかく、蝶までここに引っ越してくることはねえだろう。引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来るか。人が集まる場所には情報も集まります。ここを有意義に活用していきましょう。まあね、情報か。その後ブリーチジャパンの方は、あんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか。警察？春日君ニュース見てないの？そういやここんとこ見てねえな。コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町、いや日本中で株を上げたよ。はあ？テレビも新聞も報道はこう。警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュル、そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパン、うん、ってね。情報操作だね。そんなの随分偏った言い方だな。マスコミも、それだけじゃありませんよ、ね、ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡したと。小笠原が死んだ？どういうことだ。俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろ。そうよ、あいつ近江連合に助け出されてまんまと逃げたはずよ。ってことはまさか。そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。正義のために殉死した革命の英雄に仕立て上げられて。革命の英雄、ドラマストーリー作っちゃってか。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男、うん、始末しなきゃいけなかったわけでしょ。一石二鳥だ。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死って演出のおまけ付きってこと。くそ、敵ながらいちいち完璧な連中だぜ。そんな簡単に。しかし、どうしますか。警察の、今から警察に行って小笠原を拉致していたことを話してみますか。ダメでしょ。無駄だな、警察はマブチの息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。全てはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に若い。でも完璧って言ったってよ、ブリーチジャパンの連中がコミジュルに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかよ。そこは結果論ってやつかな。確かに不法侵入だけど、今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね。警察も検挙しようがない。このままだとコミジュルもハンピン・リューマンも偉人町に居場所がなくなることは間違いありません。
そして我々に味方し、かくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば、早々に相談された方がよろしいかと。ところいや、俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡？荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。前回その時には一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って？これ以上はまだ話せません。すいません。三つまた連絡させてもらいます。そうですか。しかしその荒川真澄は春日さんを撃った張本人なのでは？おやっさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすために撃つとはどういうこと？まあその話は長くなるから今度酒でも飲みながらやろう。とりあえず張も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。ってことは張もパーティーに入るのか？この先いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。賛成。来た。おお。ということは仲良くなっておかないとな、長ともね。というかまだハンジュギーやナンバーもまだマックスじゃないんだよね。偉人さんによる肉の壁が崩れ、横浜の治安が悪化したことにより横浜の街にいる敵が全体的に強化されました。今まで出てこなかったような強い種類の敵も出現するかもしれません。なに？なんだ？はい。アンペリウマンの総帥だった長は、高層で鍛え上げた出血になりにくい体を持ち、ビビり、怒り、極め技、封印になりにくい強い精神を持っています。なるほど。はい。なんだって、強化されたって？こういうの困るな。で、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、能力をちょっと確認だ。そっか、超天竜っていうのかな。まあ、低いのは低いですね。うん。マフィアなんだね。レベルが32か。ああ、他の人と大して差はないんだね。ただ、絆がないですからね。うん、まず、絆上げてって、絆マックスのメンバーは、パーティーから外れてても、同じ分、戦った人と同じ分経験値もらえるんで、このナンバとかハンジュギーがまだレベルマックスなってないんで、この2人をまずマックスにして、うん、そうだな。じゃあちょっとサイコマックスだから大丈夫だから、一回サイコ外すか。編成でだってここにハンジュギー、チョウがいたら今日いつまでもねこのまんまだから、入れてやって、で、腸をちょっと強化するか。装備でまず、あるものでなんとか。お、なんかでも結構いいの持ってそうだな。ああ、サバイバルブーツも割と、じゃあ守備力はこんなもんでいいか。清流刀か。これなんとかなんでかな、清流刀。ないか。ないんだな。瞬発力上げとくかな。そうすれば攻撃早くしてくれるからね。まあ、HP50 増加しといて、この人の技はどんなもんなんだろう、技。お、なんか見たことないのが、なんて読むかわかんないのがね、打突案件かな。結構 MP の技多いな、コンビット。回復系はやっぱり持ってないね。攻撃、マフィアだからやっぱり。敵一体にか。敵一体か。はい、わかりました。うん。まあ、このまま行ってみっか。まずは。資金や道具を整えて。資金は88万あることあるんですけどね。どうすっかな。なんだ？はい。なんだ？大一番元気か。あ、懐かしい。浜子さん。おう。こっちは大丈夫だ。浜子さんの方こそ無事だったか。もちろんだよ。それよりちょっと頼み事していいかい？なんだよ。うちのゴミ出しをしてほしくてね。ゴミ出し？
別に構わないけど、どうしてまた。店に置いてあるいらねえもんを捨てるだけさ。別に急ぎじゃないから、用事を済ましてから来てくれりゃいいよ。んじゃ、店で待ってるからね。近いんじゃねえか、ここからじゃ。浜子さんのところ。うん。浜子に会いに行くよ。なんか始まっちゃうのかな、でも。でも近いんだよな、確かな。浜子さん、どこだっけ。あ、ここだ。うん。ちょっとまあ、せめてあの植物でも育ってからまず見っか。今年初めてなんでね。はい。令和3年も、龍河如く。ああ、入っちゃった、入っちゃった。龍河如く7、やってまいりますよ。というか、もう1年になっちゃいますからね、もうね。いい加減そろそろ。はい、ニンニク。ついでに、まあ、サブストーリーやっちゃうか。まあね、ストーリーも、そんなことだしっていう感じなんですけど。まあ、はい。あ、入っちゃった、入っちゃった。はい。なんだろう。あのサラリーマンじゃないのか。これ柿の木だったのか。ああ改めて見るとでけえ木だな。一個だけ。こんにちは。ん？なんか。あなたも散歩ですか。天気がいいと外に出たくなりますからね。病気の。病気の女の子が。ね、カラちゃん。あんたたちも散歩してんのか。ええ、いつも部屋に閉じこもっていては元気になるものもない。なんとなく分かってきたぞ、ね、あの柿の木1個時々こうやって外に出るんですよ。残ってるやつが落ちたら私は死ぬんだみたいな。どうせ何をしたって元気になんてならないよ。そうだ、ほらほら、もうすぐ死んでしまうんだもの。あの柿の実が落ちた。やっぱり私の命も終わりなの。そういう小説ありますよね。最後の一葉でしたっけ。またすぐそういうことを言って。一葉でしたっけ。なんかありますよね。すみませんね、なんか。いや、気にするな。それじゃあ私たちはこれで行こうか、カナちゃん。やっぱりそうだもん。読めちゃったよ。だって一個しかないんだもん。あの子は病気か何かなのかね。あれ、柿の実が落ちたらか。柿の実が揺れる頃に。はい、そっか。なんとなく、まあ、一番の性格上あの柿が落ちないように何とかするとかそういうことじゃないかなっていうふうに推測できますけども、また心配なんじゃない、落ちるかどうかね。おう、今日はあの子は一緒じゃないのか。え、ああ、あなたはこの間の。ええ。今日は娘は家にいます。手術が近いもんで、あまり外にも出られなくなりまして。手術？かなちゃん、娘のかな子は生まれつき体が弱くてね、学校にも行けず入退院を繰り返してるんですよ。次の手術の日までには自宅療養してるんです。体調がいい時はこの間みたいに外に連れ出したりとかもしてたんですけどね。とはいえ、そんな生活がずっと続いてるので、すっかり塞ぎ込んでしまって。そうだったのか。その手術はうまくいきそうなのか。うん。体の方はなんとか耐えられそうなんですが、気持ちの方が弱っていて、そのせいで手術が難しくなっているようなんですよ。ああ。気持ち？ええ。心と体は密につながっているので、心は大丈夫でも体が弱ってると体もずられて弱ってしまうようなんです。まあね、病は気からというから。へえ。つまり手術を成功させるにはまず気持ちの方を何とかする必要があるってことか。そうです。私も外に出したりいろいろやってるんですが、なかなか効果が出なくて。家がこの近くでこの柿の木もよく見えるんですが、娘はいつも窓からその柿を見ては、あ、見えちゃうの。あの柿の実が落ちたら私も死ぬのと言うんです。本当にこの実が落ちてしまったら娘も一緒にいなくなってしまいそうで。それで時間がある時にはこうして柿の実を見に来ているんです。せめて手術の日までには落ちないでほしいなんて。すいません、長々と締めっぽい話してしまって。いいや、そんなことは。私、渋谷って言います。ああ、
これは春日だ。まあ俺もこの辺りにはよく来るし、鍵の実がちゃんとくっついてるか見といてやるよ。ありがとうございます。それではまた。でも心配だね、いつ落ちるか分かんないからね。1個しかないし、あの子の手術までには持ちこたえてくれよ。しかも寝ながらでも窓から見えちゃうっていうのがまずいね。せめてね、ここまで来ないと見えないような位置にあるんだったらさ、なんとかなるでしょ。例えばレプリカとかね、あのすごい似てるようなものをくっつけとくとかさ、落ちちゃったら見えちゃうんだったらさ、バレちゃうじゃん。あ、落ちたとかさ。なんだ、おお、ちょっと待って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 、何やってんだあいつ。病気のかな子って娘が柿の実の鉄砲撃ってじゃねえか。おい、でかい木があったな。実はまだ無事か。やばいぞ。うん、どすこーい、どすこい。なんでこの木によりによってさ。マジかよ。おい、あんた何やってんだ。うん、高見山見てる。見ての通り、この木でぶつかり稽古でごわす。ジシーみてえな。なんでだよ。稽古だったらあんたんとこの相撲部屋でやればいいだ。あるだろ柱が。自分だってやれるものならやりたいっすよ。でも、もうそれもできないでごわす。なんで？ん？どういうことだ。自分のいる相撲部屋は小さな部屋で、親方と兄弟子と自分の3人しかいないんでごわす。稽古の相手はいつも兄弟子だったんですが、兄弟子は他の力士との飲み会に参加した時に、あろうことか一升瓶で頭殴られたんでごわす。なんかその話聞いたな。なんかリモコンで殴られたみたいな。一升瓶で、一升瓶であった。相手は酔っていて覚えていないとか抜かしとりましたが、そのせいで兄弟子は病院送り、全治3ヶ月。自分は稽古相手を、大切な家族を、あったね、晴れ間富士のね。だから晴れ場所で兄弟子の仇は自分が取る。弔い合戦のため自分はこの木を相手に鍛えてやるんだ。でも部屋でやればいいじゃん。別にあんたの兄弟子死んでねえだろ。あと悪いんだが、せめて他の木でぶつかり稽古をしちゃもらえねえか。その木はちょっとまずいんだよ。断るでごわす。横浜中の木で試した結果、この木が一番大きくて兄弟子に近い感触だったでごわす。こいつとだったら自分はもっと強くなれる気がするんでごわす。兄弟子どんなやつなんだよ。だから自分の稽古を邪魔するやつは誰であろうと許さんでごわす。やるしかないな。もういや、別に稽古を否定するつもりはねえが、この木になって弓を落とすわけにはいかねえんだよ。自分だって稽古を怠けて番付を落とすわけにはいかないってこと。引っ掛けてきたね。落とすと落とす。どうしてもやめろというのなら来るか。あんたに稽古相手になってもらうでごわすよ。そういうことか。このもみあげがトレードマークのね、高見山ね、昭和世代の作品。さあ、ショーがちょっとね、デビュー戦ということなんで。あ、全然だぞ。なんか半次元が強すぎるのかもしれないけど、うん、あ、スジモン、土佐の山だ、はい、スジモン、そっか、無念、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、ってことじゃないけどね。さすがに手強いな。そうだ、柿は、ふぅ、なんとか大丈夫だったみたいだな。あんたの剣、なかなかだったでごわす。大切なものを守るためのそんな剣、拳かな、剣。この柿の木はあんたにとってどうしても守りたい大切な木だったんでごわすな。自分にとっての兄弟子のように、自分ら似た者同士なのかもしれんで壊すな。いや、そうは思わないが、仕方ない。この木はあんたに譲るで壊す。おお、そか、すまねえな。壊すってことはなんかあっちの人なのかな、九州とかね。それじゃあ自分は他に良い木がないか探しに行くので、さらばで壊す。
西郷さんみたいなね、大体なんかこういうそういう喋り方するんだよね、うん、あいつ木以外の稽古相手を探した方が早いんじゃねえか、うん、まっ柿の木も無事だし柿の芽も無事だしいいか、たまに様子を見に来るとしよう。あこっからの間近じゃん、もうこんな近いの。あその辺から見てんのか、もうこのちょっと汚いビルの、それともこっからか、あこっから見てんだあれか、うん、ダメだな、あそこちょっとブルーシート貼ったからダメだな、あの窓に。ちょっとそれでその間にちゃちゃっとこう針金でね、こう固定して落ちないようにして腐らないレプリカの柿の実をつけとくしかないね。はい、柿の実は無事だな、うん、よし。この間は力士がぶつかり稽古していて危うく実が落ちるところだったが、さすがにもう大丈夫か。どうだろう。あ、ちょっとなんだ誰か、ち風に流されたか。スナイパーっぽい。だが今度は外さねえ。その綺麗な柿を吹っ飛ばしてやるぜ。エアガンか。くそ、おもちゃの弾か。でも結構な威力だなこれ。あったら落ちちゃうな。なんだかわからねえが、あの物騒な野郎を止めねえと柿の実が蜂の巣になっちまう。またじゃあバトンのか。おい、柿を打つのをやめろ。あ、なんだお前。ああ、さっきターゲットの近くで踊ってたよ。何がターゲットだよ。あれは踊ってたんじゃなくて、お前の流れ玉が当たって痛がってたんだよ。そうか、それはすまなかったな。だがもう大丈夫だ、次こそは必ず柿を仕留める。そんな何回も打って当たんないし、仕留めんじゃねえ。下手くそなんだよ。つかお前、柿なんか打って何がしたいんだよ。別にあの柿に恨みがあるわけじゃない、ちょっと試したかっただけだ。試す？俺は大のミリタリーファンでな、このスナイパーライフルも海外から輸入したもので今日届いたんだ。どうだ、かっこいいだろ。ボルトアクション好きにはたまらねえ一品よ。性能だって本格仕様で文句なしさ。スチール製のシリンダーだから耐久性も抜群。トリガーフィーリングもリアルな再現がされて。それはいいんだけどね、何を言ってんのか全くわからん。とにかくこいつで試し撃ちをしようと思ってよ。ターゲットを探していたらちょうどいいところに柿があって。せめて他のもんにしてくれよね。なるほど、それであの柿を狙ってたのか。だが悪いんだけどよ、その狙うやつ変えてもらえねえか。何？あの柿はちょっとまずいんだよ。ダメなんだよ、病気の女の子があれを断る。何？ね、話ぐらい聞けよ。一流のスナイパーは狙った獲物を変えなどしない。何が一流で、下手くそなくせにね。この連れ添った相棒で奴を確実に仕留めるぞ。一発で当てるよ。じゃあ今日通販で届いたモデルガンだろ。どうしても撃たせたくないなら先にお前をターゲットにしてやるぜ。やっぱこういう展開になるんだね。やっとね、かかってきたまえ。まあ大したことないと思うけど、うん、私の番ですね。ハンジュギがね、いるから一発で撃つ。これはいいんだけどね。1対1だと大丈夫だけど、4人とか5人だとね、近接戦闘は苦手だ。手こずらせやがって。だがこれで柿から手を引いてもらうぜ。あ、だがこれで柿から手を引いてもらうぜ。もう打とうとするんじゃねえぞ。ああ、わかったよ。奴はあんたに譲ってやる。好きに仕留めればいいさ。仕留めねえよ。じゃあ俺はもう行くぜ。あ、ちょっと待って。最後に。あんたと戦えて楽しかったよ。やはり対人戦のスリルは桁違いだ。また通販で新しい銃を買ったら相手してくれるかい？ああ。お前があの鍵に手を出さなきゃいくらでも相手になってやるよ。断って、うん、
大丈夫かな。やれやれ、なんとか垣根を守れたね。このまま手術まで持ちこたえてくれていいんだが、はい、あ、大丈夫かな。なんかいつか落ちそうな気がするな。でもこれはだって最後の1個だからね。だって他はみんな落ちちゃってんだもんね。ってことはもう熟しきって落ちるもう時期なんでしょう、きっと。さあどうでしょうか。そろそろ終わりじゃないか。あ、何の音だ。なんか嫌な予感。あ、わら人形だよ。なんでだよ、わら人形。なんだあいつ、言ってるよ。わら人形を柿の木。ん、柿の木。ああ、おいおい待て、おい何やってんだお前。僕が何をやろうが勝手でしょう。今は呪うので忙しいんだ、後にしてくれ。何を呪ってんの。いやいやいや、その呪うのを今すぐやめろ。なんでよりにもよってこの木で呪うんだよ。あなたに僕の気持ちなんてわからないですよ。呪ってやるんだ、あの女を。あの女。そう、同じクラスの瞳っていう僕の彼女。お前、自分の彼女を呪ってるのか。なんで、なんでまた。あいつ、僕という彼氏がいるにもかかわらず、サッカー部の先輩とチューしやがったんですよ。あ、チューぐらいだったらね。またよりにもよってな場所でやってくれるぜ。だからこと気なんだ。僕は呪うんだ、あいつらの思い出の木にこの五寸釘を打ち込んで。待て、彼女に裏切られて辛いのはわかるが、そんなことしても何の解決にもならねえぞ。どうせ聞かないんだぞ。彼女にも事情があったのかもしれねえし。そうだよ、なんか事情があったの。あなたは女の肩を持つんですか。え、どうせ誰も僕の気持ちなんてわからないんだ。みんなあの女の味方をするんだ。いや別にそういうわけじゃん。この気じゃなかったらほっとくんだよ。あの裏切り者の味方をするやつ全員呪ってやるよ。まずはてめえだ、このチリチリ頭。やっぱりもうみんな戦うことになるんだ。僕を甘すぎると痛い目に遭ってんのか。私の番です。はい、じゃあ、はい、一番弱いと思うけど今までも。5000円でも毎回5000円もらえるからそれはありがたいんだけどね。5000円3回で1万5000円か。思ったよりやるじゃねえか。グズ、ひとみちゃん。もうこいつ、実際に裏切られて悲しんでたもんな。気の毒だとは思うが。あんなに優しく消しゴムを拾ってくれたのに、あの愛は嘘だったの？あれ？もしかして彼女じゃないんじゃねえの？勝手に一方的？もしかして。ん？消しゴム？ひとみちゃんは僕の落とした消しゴムを拾ってくれて、優しく渡してくれたんです。ギュッて手を握ってくれて、それで勘違いしちゃったの、もしかして。これってもう僕ら付き合ってますよね。怖い怖い、このその思想発想怖いよ。すごい飛躍したね。ええ、もしかしてそれだけなのか、お前のひとみちゃんとの話って。まあそうですね、それから話したことはないんですけど。おいおいおい、でも十分でしょ、手を握り合ったんですよ。これも実質結婚みたいなものかと思う。いる、でも実際ストーカーとかでね、あるからね、そういう思い違いみたいなのでね。いや全然違うと思うが。そっか、違うんだ。僕女の子に触ったの初めてだったから。もう呪うのやめます。なんかすみませんでした。やっとわかったか。ああそうしてくれ。その消しゴムか、思い出の。そりゃ、そのサッカー部の先輩はただ普通に、あの、彼氏彼女の関係だったんじゃないの。グッバイ、マイラブ。青春だね。それでは。じゃあ僕はもう行きます。新しい恋見つけないといけないんで。おお、頑張れよ。
多分あいつはこれから先コンビニの姉ちゃんに釣り銭を渡されるたびに惚れるんだろうな。しかしこの木は変なやつを吸い寄せる力でも持ってんのか。たく俺は違うよね。あ、なんか見てる。もしかしてこの成り行きをずっと見てんのかな、あの子は。ねえ、それでもしかして勇気づけられてくれてるのだったらいいけどね。それでね、なんか私のためにこんなに頑張ってくれて勇気をもらいましたみたいな感じでね、そういう展開だったら思ってた思うとは違うけども、まあね、結果お笑いみたいな感じになるんですけども、もう終わるんじゃないかな、そろそろ。さっき女の子もちらっとね、後ろ姿出てきたし。あれあれ、誰もいないぞ。柿の実、なんとか持ちこたえてはいるが、かなこちゃんはどうなっただろうか。無事に手術が終わってりゃいいんだが。春日さん。ん？かなこちゃんの親父さん。かなこちゃんはどうなったんだ。ちゃんと手術はできたのか。うん、なんだ。え？おい、まさか。かなこ。あ、おいで。あ、歩いてるじゃん、それで。かなこちゃん、元気になったのか。ええ。今思ったけど、渋谷って渋柿だからかな。気持ちが沈んでいた娘でしたが、ここ最近は窓を見るたびに笑うようになりまして。あ、やっぱり。無事に手術まで終えて歩けるまでになったんです。そうか、よかったな。それでかなこがあなたにお礼を言いたいと。俺に？春日さん、ありがとうございました。私のために柿の実を守ってくれて。いや、大したことはしてねえよ。ううん、とっても楽しかった。あなたが柿が落ちないように力士と戦ったり、おもちゃの銃で撃たれたり、五寸釘男を慰めたり、それを見てたら笑えてきちゃって。外の世界は面白いことがたくさんあるんだな。まだ死にたくないなって思ったんです。全部見てた。そうか、頑張った甲斐があったぜ。でも手術しなかったらもっと面白い春日さんたちの姿を見られるかなって少し思っちゃったけど。おい、意地悪いね。勘弁してくれよ。冗談ですよ。いい顔で笑えるようになったな。歩けるようになったしね。でもこの木にも感謝しないと。今の私があるのはこの柿のおかげですしね。ああ、そうだな。せっかくだし、あの柿食べてみるか。え？え？食べちゃうんですか？もうかなこちゃんには必要ないもんだろ。それになんかうまそうじゃねえか。実は春日さんが柿食べたくなっただけなんじゃ。バレたか。まあちょっと待ってな。登るの。そのまま食えねえだろ。でも渋柿だからね。おお、いい感じに売れてそうだな。かなこちゃん、先に行くか。いや、食えないよそのままじゃ。あ、私は後でいいですよ。でもじゃないけどね。春日さん食べてください。柿を守った功労者だし。そっか、そうか。じゃ、遠慮なく。渋いよ。なる。で、これ渋柿だよ。それそうだよね。だと思った。うん、そりゃねえよ、かなこちゃん。つけないとね、ちゃんとね。渋抜きしてからじゃないと食えないですからね。はい、柿の実が揺れる頃に、はい。あ、こっちが来たの、土佐の山。はい。なんか他の奴らもみんななんかこれになれそうな人だったけどね。はい、土佐の山。確かになんか、あのキャラクターだけやたら、すごいリアルに作られてるなぁとは思ったけど。そっか、はい。まあ、一応、サブストーリーも終わったんですけど、お金はいくつ？ 91 万か。
なんか報告できるのとかないのかな。今一応、あ、報告可能が2つあるか。もうちょっとじゃあやるか。虫なんかはだってダメなの。あ、ゴキブリと銀のガー、金のトンボ、あとブンちゃんか。ブンちゃんまだ取ってなかったか。あ、そうだ、野崎のコンビーフってどこにあるんだよ。って見たことないぞこんなの、野崎のコンビーフ。カッパもそうだしね。カッパ10体で全然見かけないんだけどな。しかしそうですか。あ、でもね、バイトクエストのレスキューでスラッガー系の、じゃあこの辺をちょっと実況外でやっときますよ。この辺スラッガー系だったり、多分強化されたって言ってるんで出やすくなってんじゃないかな、この辺も。それかもう強化される前にやっときゃよかったんですけど本当は。この辺やってちょっとね、なんとか100万まで貯めときますんで、あとまあ9万ぐらいだからね、すぐ貯まると思いますんで、はい。本日はこの辺で一応第11章突入しまして、まあ15章16章ぐらいまでと考えたら、あとまあ結構だいぶ後半戦に差し掛かってるとは思うんですけども、はい。ただこのままではちょっとね、こんな雑魚敵にも苦戦してるようだと厳しいんで、まずね頑張って強化します。はい、じゃあというわけで本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。